エビスさんのファンクラブの会長がねやっぱり死んだんですよ、うん、もう事故で2人も死んでるんですよ、うん、で葬式の棺桶のとこにエビスさんの漫画が好きでファンでしたから、うん、でその人のね遺体が入ってるんですよ、うん、でお母さんとか全員いるんですよ、若いやつでしたよ、で中にエビスさんの本がね入ってるんですよ、はい、なんとなくピンピンっていう本が入ってるんですよまあそれは確かに面白かったでもね葬式じゃないですか、でみんな我慢してたらもうエビさんうわーって笑い出して、うん、もう止まんなくなってみんなで連れて隣の家連れてったんで、うん、ずっと笑うからあの人、いつみさんが亡くなった時もね笑ってたでしょ、ずっと笑ってますから、いやだから呼ばれなかったんですよ、エビさん来ると笑うもん、笑うから、うん、だからあの局には来ないでください、うん、それを止めたディレクターが1年後に亡くなってるんですよ、でもエビスさんを悪く言うっていうのはこれはもう、まあ、危ないんですよ、危ないですよ、コックリさんみたいなもんですよ、これ変な、そうそうそう、だから殿が事故を起きたちょっと前にエビスさんからなんかサイン本とかもらってたから、ああこれは危ないな、多分バイクに仕掛けしたんじゃないかな危ねえな、そこまでブレーキの跡がないんだから前置けの逆なんですよね、うん、エビスさん、エビスっていう名前は、ね、やっぱりそうですからね、お父さんがね漁師さんだったらしいんですよ、うん、そうですね、で九州で漁師さんで、うん、私はねうちの親父を一回だけ尊敬したことがあるんですよって、ね、なんかね、あの人酒飲まないけど、なんか熱っぽく喋るから、漁師やってて、でなんか漁行った時に網打ちでね網をバーってやったら、うん、若い人の手がね漁師さんの手がずーっと引っかかっちゃって海に引きずり込まれたんだって、ほんでその時にねうちの親父はね偉いんですよって、手をねバンってナタで切ってね助けたんですよって言うんだけど、それだったら縄切りゃいいじゃんと思ってエビさんそれ縄切りゃいいじゃんごめん何でしょうって言ってたよ、なんかものすごい階段になってきた、そう、うん